ティンダーやってる高身長イケメン全員買いだ金返さないどす。今回はですね、春夏これからの季節、低身長が買うと失敗する服を紹介していこうと思いまーすでしょう。題して、低身長が春に買うとよりチビが目立ってしまう服7000。よいしょー、どういうテンションでやっていきます。僕含め皆さんってやっぱさ、お金持ってないやん。お金持ってないと限られた資源の中で最大限おしゃれをしていかないといけないと。でそういう時にやっぱ失敗はしたくないと。でこの動画ではファッション初心者の方に向けて、これを買うと失敗しやすいよっていう服を紹介していこうと思います。ぜひコメント欄でも、これはおすすめしたいとか、これはおすすめだよとかね、教えていただければ嬉しいです。では本編領域展開、じゃんじゃん。春に買うと失敗する服1個目が、ちょっと角立つかもしれないけど、テロテロな綺麗めジャケットセットアップです。今のトレンドってさ、こうカジュアルが主流やるやん、まあ、コットン生地を使ったもんとかウールとかさ、いろいろあんねんけど、そのねテロテロ系、ポリエステルとかレイヨン系がメインのジャケットセットアップ、まあ1年前2年前にさめっちゃ流行ったやん。みんな着てた。僕も持っていた。ただ、今着るとちょっと2、3年前の雰囲気かなっていうのもあるんで、ジャケットセットアップを買うなら、コットン見えするポリエステルとか、まあ、コットンとか、ものを買うとおすすめやし、なんなら今はね、こうデニムセットアップとかも挑戦してみてもいいのかなと思います。はい。なんで、セットアップは非常に便利なアイテムですが、テロテロ系のジャケットセットアップは一旦下げた方がいいかもしれません。で、これ手うるさいって言われるやん。用意してください。ごめんなさい。で、次ね、スポーティーなスニーカーです。まあ、なんかで言うと、中学の 部活で履くようなスニーカーとかさ、まあ、ハイテク系とかのスポーティーなスニーカーですね。うん、まあ、これはまあね、完全に、まあ、好みあんねんけど、僕は今年はローテクスニーカーとか、なんならね、こう、カジュアルなデニムとか履く機会が多いんで、革靴を非常におすすめいたします。はい。まあ、僕の今一番のおすすめで言うと、ハロゲイとクレマンがおすすめですが、まあ、それが高いって方はもうもちろんね、学生の中でさ、2万のカーブスカーとか無理やん。まあ、プラスで言うと、あとまあクラークスとかもおすすめだけど、クラークスも2万するし、無理や、無理じゃないけどさ、まあ、僕はバイトして買ったけど、まあ、普通に厳しいと。そんな人におすすめなんが、まあ、グローバルワークとか、レイジブルとか、そういうドット ST 系で売られてるフェイクレザーの革靴もおすすめですし、今ニムとかで売られている7000円ぐらいで買える革靴もおすすめなんで、ぜひねそこら辺から挑戦してみてください。ニムの革靴は 4.5 センチ漏れて、僕 2.5 センチのインソール入れたみたいな動画もねあるんで、よかったらチェックしてみてください7センチぐらい漏れるんかな。だからすごいですよね。次こちら、トラックパンツっすね。トラックパンツももちろんかっこいいし、僕も好きっすよ。ただやっぱね、この今のトレンドで言うとなかなか難しい。うん、ニードルズとかのトラックパンツはすげえかっこいいけどさ、やっぱ難易度が高いんで、ファッション初心者の方は一旦ね、僕のおすすめなユニクロのワイルドフィットジーンズとか、ダークグレー系のスラックスとかを買っていただくのが、まあ、先決かなって思います。まあ、あくまでファッション自由だけどね。うん、次、細身のデニム。デニムって今非常に流行ってるんだけど、流行ってるシルエットっていうのがあって、それはまあ、ストレート以上なんですよね。なんでまあ、ストレート、セミワイド、ワイドみたいなあんねんけども、それよりも細い、まあ、レギュラーフィットとか、あとはスキニーとか、特にスキニーなんていうものは、割とこうファッション、トレンドからは遠ざかっているんで、まあ、誰しも万人にかっこいいって思ってもらいたいし、かつファッション初心者であんまり組み合わせとかも得意じゃないと。そういう方はぜひ、まあ、細めのデニムよりかはワイドのデニムに挑戦してみてください。僕のおすすめはユニクロのワイドフィットジーンズです。非常におすすめ。こちらの動画でも紹介していますので、ぜひご覧ください。次、ご案内、ホワイトのデニムです。まあ、デニムが散々流行っていると言っていますが、ホワイトのデニムはちょっとね、チャラい系というか、なんかウェイウェイ系みたいな、ギャッチですか、一昔前だけど、キャッチですけど、ポンポンポンっていう感じになっちゃうんで、いつとでやんってなっちゃうんで、てかこの歌が意味やからか。ね、カジュアルになりすぎるし、デニムっていう時点ですでにこうカジュアルなのに、ホワイトっていう要素を足されたらね、もう激ムズなんよ。とにかく難しいし、かっこよく着こなすのはなかなかムズいんで、ファッション初心者の方は、
ホワイトのデニムは避けましょう。しかも低身長って、まあ、僕もそうなんやけど短足の人が多いやん。でホワイトのパンツって短足加速するし、プラスデニムやと短足加速すぎるんで、ぜひ避けてください。次これ、まあこれね結構尖ってんだけど、リュックリュックね、リュックってむずいよ。言っとくけど、まあかっこいいねんけどさ、リュックってむずい。うん、僕は大学もレザーのトートをね持って行ってました。適当に贈ったんでレザートートって調べて、もう風呂のものを買っとけばね間違いないんで、予算も8000円ぐらいで買えるんで、レザートート買いましょう。リュックはね子供っぽくなるし、もうそれで低身長ってさ子供やんほぼ僕の女子小学生の軍団とすれ違ってさ、ほぼ僕と目線一緒やったもんなんで低身長ってもうめっちゃ言い方悪いけど、もう子供っぽくなるやん、どうしても子供やんほぼなんで、リュック背負ってね行きましょう。リュックリュックを背負わずにレザーの頭部をね背負っていくことを強く、レザーの頭部とか、ね、ショルダーバッグとか、ショルダーやったらセーフ、リュックはむずいんで、ぜひ皆さんね、リュック以外のカバンを検討してみてください。うん、リュック持ってる人を批判してるわけじゃないけど、リュックはどうしても体のこうシルエットが崩れやすいんで、スタイルがね悪く見えやすいんですよ。うん、なんでちょっと難しいよっていう、はい、話でした。僕はショルダーがおすすめです。次、まあよく春はねスプリングコートとかも、まあ、活躍する時期ですが、次こちらロングコートですね。ロングはねもうねやっぱ低身長は似合いにくいんで、ショートのブルゾンとかを合わせることをお勧めします。まあロングイコール低身長ダメっていうわけじゃないけど、まあ似合いにくいっていうのも一つの事実なんで、しかも今ねロングのトレンドがこう落ち着きつつあるんで、まあ、その時はねぜひショートのブルゾンとかをお勧めします。僕はねこういうミリタリーのショートのブルゾンを強くお勧めします。低身長でも似合いやすいし、かっこいいし、まあ、トレンドっぽいし、収納もいっぱいあるしね、非常におすすめです。次こちらですね、オーバーオール。まあオーバーオールも流行ってるのは結構な、流行ってるしかっこいいしいいねんけど、一般的なデニムのオーバーオールは低身長はね、まあ似合うけどこうかっこよくはなりにくいような、可愛いなっていう印象になるんで、かっこよくて、まあ、万人に好かれたい方はオーバーオールは避けた方がいいです。で、まあ、オーバーオールは避けるって言いつつも、僕はコンフェクトさんとか小森さんのなんつうっけ、あれつなぎジャンプスーツ、なんつうっけ、名前出てもんけど、あれはねかっこいいと思ってるんで、まあ、そのコンフェクトさんとかで、まあ、検討してみるのは僕はね大ありやなって思ってます。まあ、低身長はねむずいよな、ほんまわかるわ。でトレンドは今カジュアルやしさ、余計むずいよ。そこで今回はおすすめしない服を紹介しましたが、もちろんねファッションは自由やし、あとは何が一番大事かってこう着る本人やからさ、ヘアスタイルをこう整えたり眉毛を変えてみたり、僕みたいなこうひげをねそれ忘れずにひげを取ってみたりとか、ヘアをきれいにしてみたりとかさ、まあ、いろいろあるんで、内面からもう自分からね変えていくことをこう目標にねやっていけたらいいなと思ってます。はい、もうこれからもねこのようにこのチャンネルでは低身長でも低コストで最短でかっこよくなってリアージュよりなんちゃうぜっていう発信をしてるんで、よかったね、チャンネル登録と10秒でお願いします。ではまた会いましょう。以上アリベデジ、さようなら。